母の日の今日、西武池袋線にカーネーションで鮮やかに彩られた特別電車が登場しました。車内に飾られたカーネーションの数は2000本。母の日に母と娘の2人でくつろいでもらおうと西武鉄道が企画しました。抽選で選ばれた44組の親子は池袋駅から豊島園駅までの10分余りの旅を楽しみました。私自身やはり子供を産んで、やはり母の偉大さって変なんですけれども、そういうのに感謝したいなと思って。嬉しいですね、今日の企画は本当に、いつもありがとう。参加者はこの後豊島園にある温泉施設に向かい、ゆったりとしたひとときを過ごしました。